ピッチャー第2球投げた。やはりバントだ。ボールは前進守備のサードのところへ転がる。いやどんどん早い。嘘だろ。セーフ。セーフです。恐るべしジョンソンの俊足。その予感は的中する。ジョンソン走った。悠々セーフ。さあピッチャー第3球目、なんとジョンソンちゃんと。ふざけやがって。ああ揉めてます揉めてます。さあ選手たち守備位置に戻ります。一三塁は思い切った前進守備だ。さあ徳地が勝つのか、ジョンソンの足が勝つのか。注目の第1球。おい、先輩。お、アウト。ボールは徳地ではなく三塁カバーに入っていたショート今井の手にあった。いつの間に。おお、そうか、さっき集まったのは実は今井にボールを流すため。あいつら揉めてたのもあれ実はみんな芝居だったんじゃ。バカな、芝居を打つなら打つでどこかで示し合わせる必要が。あ、徳地はあの前に一度内野を集めている。マジでそんなのできんのかよ。しっ、いちいち声がでけんなよてめえは。あの時すでに徳地はジョンソンが三塁まで来ることを予期して隠し玉の策に出た。そこから先は全て徳地の作戦。知ろうかよ。人間が一番隙を作るとき、それは勝利を確信したときだ。思い上がったな、知ろうか。これはジョンソンの負けじゃねえ、てめえの負けだ。ジョンソンが大きなリードからホームに到達するまで 2.60 秒。それに対し徳地は投球動作に入ってからボールがキャッチャーに届くまで 1.94 秒。ところがそれは打者が見送ればの話で、実際はバントしてくるのでバットを伸ばしても届かない距離まで外さなければならない。となるとキャッチャー井出口が捕球してからタッチまではさらに 0.69 秒。その合計は 2.63 秒。 2.60 秒のジョンソンのそれを上回れない。結局俺から逃げるのか、徳地と。最高の勝負師と聞いていたが、とんだチキンや。チキンか。勝負してやろうじゃねえか、顔面入れ墨野郎。藤田下がれ。ああなんと徳地、藤田の前進守備を戻した。ジョンソンの足との勝負か。徳地の一声で一転、ジョンソン勝負に体勢を変えた。ジョンソンは当然このでかいリード。そしてバッター小日向もスクイズの構え。よし、もらった。転がせばジョンソンは帰る。外せば井出口のタッチは間に合わない。シロかよ、お前のその理屈には穴がある。投げた。ボールは出せの足元。うわっ、しまった。そこはアウト。ジョンソン奮起。初めてジョンソンが盗塁に失敗した。止めたのはやはりこの男、徳地東亜だ。まさかあんな場所にピッチドアウトのポイントを見出すとは。